はい、どうも MJ です。今回は衝撃のテーマです。俳優声優を目指しているイケメン美女以外は見てくださいというテーマでお話ししたいと思います。誰しもが一度は思ったことあるんじゃないですか。芸能活動はイケメン美女の方が有利なんじゃないの。イケメン美女は絶対勝てるでしょう。それに比べて私は芸能界不利なんじゃないのって思ってる方多いと思います。今日はそんな方のために、そんなイケメンじゃない美女じゃないって方のために、実際のところどうなのか、イケメン美女は有利なのか、それともあんま関係ないのかっていうのを、もう事実ベースでお話ししたいと思います。でね、動画の最後には特典パートもご用意しております。特典パートでは MJ がやってるオーディションのお話をしたいと思います。実は今 MJ がオーディションやってまして、まあ、僕ね、とある芸能事務所で新人発掘なんてやってたりするんですけれども、俳優声優タレント志望の方はチャンスなので、よければ、特典パートも見てください。ちなみにこの動画は芸能の攻略動画を毎日投稿しているチャンネルです。で、僕自身は芝居の上達方法とかは教えません。それよりも芸能界に生き抜くための戦略っていうところを重点的にお話しします。芝居勉強したい方は演技力アップチャンネルを、芸能界の戦略学びたい方はぜひ僕のチャンネルをチャンネル登録してください。はい、まず結論、イケメン美女じゃない全然大丈夫です。それはなんで大丈夫かっていうと、芸能界には役割があるからですね。例えばドラマって全員が全員イケメン、全員が全員美女じゃないじゃないですか。そのもちろん主役にね、めっちゃイケメン抜擢されるってことはあるけれども、そのイケメンの引き立て役っていうのも必要なんですよね。全員が全員イケメンだと引き立てられないんですよ。だから主役めっちゃイケメンで、そのバランスを取るためにあんまイケメンじゃない、あとちょっとわざとブサイク役みたいな、ちょっと面白い枠、まあ、これは3枚目なんかで、歌舞伎の用語なんですけども、まあ、道化みたいな、ちょっと笑いの役みたいな、お笑い芸人をキャスティングしたり、ドラマだったらね、そういうこともしたりするんですよね。はい。まあ、あとは、例えばじゃあ、ハゲてるおじさんの役とかいたりするわけじゃないですか。どうですか？ドラマ見てて全員にイケメンってことはあり得ます？ありえないですよね。ハゲてるおっちゃん出てきますよね。で、あんまかっこよくない人出てきますよね。っていうことで、イケメン美女じゃなくても、役割がしっかりあるから、全然芸能界では大丈夫なんですね。ただ、ここ注意点なんですけれども、自分の強みはしっかりした方がいいっていうお話です。3枚目が合ってるのに、自分はイケメンじゃないと。どちらかというと3枚目。なのに、イケメン役やろうとしちゃう。これは無理です。例えば、もう仮面ライダーやりたいみたいな。ここもちょっと現実的なお話すると、仮面ライダーのじゃあ主役やりたいとしたら、超絶イケメンオンリーです。これに関しては。これに関してはイケメン美女関係あります。仮面ライダーは、もうほんと、ジュノンに受かってるとか、そういうレベルの子たちだけでも決まっちゃうお話です。イケメンとかね。まあ、あとは、アイドル志望とか。じゃ、AKB 入りたいとかだったら、さすがに美女の方が入りやすくなっちゃいます。だから、そういう、場所によるんですよね。イケメン役募集のところは、イケメン役受かるんですよ。ただ逆にじゃあ、3枚目、同系、3枚目、イケメンじゃない役募集の時は受かりやすいです。イケメンはそっちの役受かりづらいです。っていう風になっております。なので、もうバランスなんですよ。自分がどっち強いかっていうお話です。超絶イケメンじゃないなら3枚目をやるっていうのはかなりありですよね。はい。で、イケメンか3枚目かで戦略も売り方も変わってきます。で、3枚目の子、いわゆるまあイケメンじゃないって子は、まあ、お笑い役とか、そういった系の役は、イケメンの売り方は無理なんです。だって、外見がかっこよくないから。イケメンって、要はもう立ってれば、喋んなくても演技下手でもファンついちゃうんで、変な話ね。だけれども、イケメンじゃないのであれば、もうとにかく中身で勝負するしかないんですよね。外見で負けてるから、その分、じゃ例えば、トークスキルめっちゃ磨くとか、アドリブ力めっちゃ磨くとか、まあ、ちょっと面白いところ磨くとか、そういったところで中身で勝負していかないと勝てない。ただ中身で勝負して勝てたら、将来的には結構生き残りやすいです。イケメンって短期なんですよね。パーンって伸びるけどすぐ落ちます。それに対してイケメンじゃない子ってのは中身磨かないと勝てないんで、長期的に芸能界では成功できます。まあ、いわゆる佐藤二朗さんとか室津吉さんとか3枚目ですよね。はい。それに対してイケメンって、イケメンとか美女とかって年齢あるんですよ、やっぱり。特に美女、女の子だったら、まあ、18歳から23歳ぐらいまでじゃないですか。ね、賞味期限。
そこ過ぎちゃったら、ちょっと可愛くても若い子に取られちゃうんで、ってなった時に、やっぱりイケメン美女よりも3枚目の方がいい時ってのはあります。そこはだからご安心ください。じゃあ次なんですけれども、事務所選びのお話もしたいと思います。ここで事務所選びだけは注意してほしいんですよ。なぜならば、これもやっぱりイケメン美女の芸能事務所の選び方と、イケメン美女じゃない方の芸能事務所の選び方って違うんですよね。で、イケメン美女はスカウトされたり、で、オーディション行っても、あ、イケメン美女だからってすぐ受かるんですけれども、それ3枚目は難しいんですよ。要はもう外、スカウトって完全外見なんですよ。中身見てないんで。って時にやっぱりスカウトされないじゃないですか。あとオーディションも、やっぱりイケメン美女ってすぐ分かりやすいですよね。それ結構ね、3枚目難しいです。イケメン美女じゃない方はスカウトもされないし、オーディションで突破するっていうのも結構難しいです。はい。で、特に養成所に誘導されちゃうのは多めです。イケメン美女は無料なんだけれども、まあ、その他の子は有料、もしくはスクールビジネスに入れられちゃう。大手の芸能事務所のオーディション受けたはずなのに、気づいたらここ養成所だったみたいな。そうならないようにはぜひ注意してください。まあ、これは別にね、養成所が悪いってわけじゃないんですけれども、最初から養成所行きたいと思って入ってるならいいと思います。はい。芝居を学びに行く目的とかね。それ以外で、やっぱり事務所入りたいって時に養成所に誘導されちゃったら、それはそれであんま良くないのかなって僕は思います。はい。じゃあ、ここまでお話をした上で、イケメン美女じゃないけれども、事務所に受かるにはどうすればいいのっていうお話ですね。1番目、価値をちゃんと伝えること。オーディションに行って、イケメン美女じゃない自分の価値を伝える。自分はイケメン美女じゃないけど、その代わりここは誰にも負けません。こういった武器をちゃんと持ってること。はい。で、イケメンにはないが人気が出そうな付加価値、なんか面白さとかですよね。はい。例えばなんかヒカキンみたいな、子供にめちゃくちゃ人気。ヒカキン別にイケメンではないじゃないですか。でも面白いですよね。あとはあの YouTuber で言うとエミリンさんとかね。エミリンも可愛くないけどでも面白いじゃないですか。まああれお笑い芸人ですけども、そういったイケメンじゃないけれども人気が出るような付加価値を持っておく。まあ、あとは最後これにつきます。事務所に行かれたのには金になりそうな人材と思わせる。結局芸能事務所の審査員ってビジネスやってるんですよ。あの、皆さんを芸能界にデビューさせることが目的じゃないです。お金を稼ぐことが、プロデューサーの目的なんですね。だからお金を稼ぐための手段は選ばないです。もちろんイケメン美女がいたらイケメン美女の売り出し方をして、それでめっちゃ売らせてそのマージン取るみたいなやり方もあります。ただプロデューサーは金にならなそうな人材を養成所に誘導します。養成所に入れたら金になるだろうって思ってるんで、そこはまあ人によりますけど、そういう人が多い、まあ多いかなって思います。ここに関してはね。はい。って時にやっぱり養成所誘導されずに、イケメン美女じゃないけど私を使ったら金になるよって思わせないといけないんですよ。で、具体的に例えばじゃあもうブサイク役めちゃ特化してますみたいな、まあ僕ちょっとね知ってる方でレンタルブサイクさんって方いるんですけど、レンタルブサイクさんぐらいにめちゃくちゃもうブサイクなブランディングして、イケメン美女じゃないけどブサイク役だけはどこに誰にも負けませんみたいな、そういう売り出し方して、あ、だったらいいねみたいな、需要あるねみたいな、そんな感じで、まあ金になりそうな人材で付加価値をちゃんと用意するっていうのがすごい大事になってきます。まああとはなんかめちゃくちゃデブで特化する、私はもう体重200キロで日本で一番デブですみたいな、デブ役は僕に任せてくださいみたいに特化しちゃうぐらいだったら、お金になる可能性ありますよねっていう感じです。じゃあここまでお話しして、僕が一番おすすめする戦略がこれです。 SNS のブランディングをすることです。なぜ SNS がおすすめかっていうと、 SNS をやることでまず自分にファンがちゃんとつくのかどうかっていうのが試すことができるんですよね。で、ここでファンがつくってなったら、SNS やったらファンできましたっていうエピソードをシェアするだけでも、事務所に受かりやすくなります。なぜならば金になると思われるからです。結局芸能事務所はビジネスです。さっきも言ったけどビジネス。役者さんにファンがつくかつかないかってとこを見てるんですね。じゃあ分かりやすいように舞台で例えます。舞台って集客した分だけ売り上げになるんです。じゃあ MJ が、まあ実際 MJ マネージャーやってるんで、MJ のビジネスの仕組みで言うと、舞台の時は基本はお金取らないですけれども、じゃあ例えば舞台でお金取るとしたら、じゃあ1万円の舞台のチケット、5000円しよっか。5000円の舞台のチケットがあるとします。で、1万円売ったら役者さんに1000円入りますと。じゃあ MJ は事務所なんで、10% もらいます。だったら MJ に100円入ってきます。みたいなビジネスなんですよね。じゃあ、役者さんがチケットを100枚売ったら MJ には1万円入ってくると。役者さんが、舞台のチケット1000枚売ったら MJ には10万円入ってくるって感じなんですよ。つまり、事務所的には集客できる役者の方が儲かるんですよ。
結局まあ何回も言ってるけれども、芸能事務所側はビジネス、これは忘れちゃいけない。だから現実的なお話をすると、やっぱり SNS のブランディングっていうのは欠かせないと思います。もちろん SNS がなくても、まあ、さっき言ったみたいにレンタルブサイクさんみたいな例も、まあ、レンタルブサイクさん結局 SNS フォロワー1万人いるんですごいと思うんですけどね。面白いじゃないですか。面白さだけで1万人います。まあそれは置いといて、レンタルブサイクです、ブサイク役めっちゃ負けません、めちゃくちゃデブです、デブ役負けませんぐらいのブランディングやっちゃうとかなったら、 SNS やってなくても、あ、事務所側が SNS プロデュースしてあげるよってこともあるので全然良いかなって思います。はい。なんですけれども、基本的には SNS をやって自分にどんな強みがあるかっていうのを模索できるので、それがいいのかなって思います。で、フォロワー数が増えた時にそれで証明できるんですよ。僕 SNS やった結果フォロワー数1万人いました。で、舞台やった時に毎回1000人とか集客できますとかなったら 100% 事務所受かるんで、そういったお話です。ということで今日の動画は以上です。ありがとうございました。ぜひね、イケメン美女じゃないって方も、全然自信持っていただいて、イケメン美女じゃないところにもちゃんと需要はあります。そして SNS をやるのが一番いい戦略かなって僕は思います。で、この後特典パートもご用意しております。はい、特典パートも皆様のためになる情報を発信しているので、気になる方はぜひエンディングなどの特典パートを見てください。じゃあここからエンディングですね。もしね、この動画最後まで見た方は、覚えとくよー、僕覚えとくのでね、見たような合図でぜひ高評価とコメントください。そしたらね、コメントとかくれる子、あ、この子いつも勉強してるなってちゃんと MJ 覚えておきます。じゃあここから特典パートですね。特典パートに入る前にちょっと水飲み休憩していいですか。ちょっと喉乾きました、すいません。今日はカクテル飲みます。お酒の味が変わる。今日マスカットのカクテル飲んでます。マスカットのカクテルマジで美味しい。20歳超えたら皆さん飲みに来てください。僕元バーテンダーなんで、昔お酒作ってたんで、ぜひお酒飲みたいから来てください。ということで、特典パートです。 MJ が新人発掘やってる事務所のオーディションが3月20日にありますというお話をして終わりたいと思います。で、どんな事務所かっていうところなんですけれども、まあ僕がマネージャーやってるので、まあ、僕が例えばじゃあブランディングの戦略と、イケメン美女じゃないけどどうやったら売れるかなみたいな、そういった戦略とかは結構知ってます。まあ、あとは SNS やりたいって思った方向けに SNS の戦略とかも僕教えてますよね。はい。あとはこれから流行るライブ配信とか、これから流行る SNS の情報も僕持ってるんで、事務所入ってる子とかに関しては、そういったこれから流行る SNS、 これから流行るライブ配信の情報っていうのをシェアできるんで、こういうの知っとけば、先にやっとけば有利なので、例えばヒカキンさんとかね、ヒカキンさん今チャンネル登録者数バカみたいにいますけれども、YouTube 誰も知らない間に先にやってたんですよ。流行る前からやってたからめちゃくちゃ人気になったんですよ。ということで皆さんもね、これから流行りそうなライブ配信、これから流行る SNS とかを流行る前にやっとけば、ワンチャンヒカキンさんの位置目指せるんで、ぜひね、MJ の事務所来たらそういうのも知れるんで、僕教えますんで、はい、ぜひ来てくださいと思います。ということで今日の特典パートは以上です。オーディションの詳細とか知りたい方は過去動画よかったら見てください。特典パートまで見てくれてありがとうございました。